中堅で出てくるのは、中堅で出てくるのは、中堅で出てくるのはヤマトラマゴタン。これはヤックン選手は富永乗り越えてますからね。確かに今温まってんじゃないですかね、あのマゴト戦は。さっき端の置き攻め、はい、あのぐるぐる回るのすごいね、怖くないのって言ったら、はい、サブキャラスって言ってました。取られたら死ぬのに。強くないですか、ヤックン。ヤックンが完封していく。サブキャラ魂、このゲームでも大事ですよね、サブキャラ魂。捨て捨てして近づいてますよ、誠に。前捨て壊し引きチューパー大パンとか、なんかターゲットコンボみたいにボタン押してるけど、ヤマトラがちょっと弱気になってきましたね。反応早くないですか、なんかダッシュしてきたら投げて、なんか誠が投げ返されて、うわー、減った、死んだが、減る。ただでもこれヤックン的にはゲージ状況としては3ラウンド目かなり理想的な形。ただ誠って勝つとき技が当たるから溜まっちゃうんですよね。ああ、どうせ溜まっちゃうとか。足投げすんげえゲージ溜まるんだけど。あ、うまっ。リーチ。投げ捨て投げ。さあ、ここで、あ、うまい、なんかすごい、ヤマトラにはゲージが溜まる。下がさあ、お互いいけない。どうする。わっと、これどうするんだろう。だよね。 あ、うまい。あ、なんかすごい、なんかよくわかんないけどドリルで。あれでもなんかさっきあの、はい、フライングバイパー、はい、なんか